東京箱根館往復大学駅伝競争第1回東京箱根館往復大学駅伝競争第1回箱根駅伝優勝メンバー最前列で学生服を着た人物が箱根駅伝考案者の金栗43第1回東京箱根館往復大学駅伝競争は1920年2月14日から2月15日まで開催された第1回目の東京箱根館 往復大,大学駅伝競争である。1919年10月、ストックホルムオリンピックマラソン代表、金栗43、東京高等師範学校教授、野口玄三郎、明治大学、沢田栄一の中で、アメリカ大陸を競争で横断する計画が持ち上がり、実施するための代表選考会を開催することとなった。関東の多くの大学、師範学校、 旧世専門学校に参加を呼びかけるが、長距離選手を10人揃えられる学校は少なく、出場校は、東京高等師範学校、明治大学、早稲田大学、慶応義塾大学の4校となった。大ロは、1920年2月14日、土曜日であったため、午前中の講義を受けた後、有楽町の放置新聞社前を13時にスタート。1区は、 東京高等師範学校が主位。2区で明治大学が東京高等師範学校を抜き主位に立つと順位を維持。そのまま5区、明治大学、沢田栄一が往路優勝のテープを切った。以下、2位は東京高士、3位は早稲田大学。4位、慶応義塾大学の到着は20時53分であった。このため、後半は松明を灯しながら走り、 ゴールした時には、花火で合図を送ったという逸話がある。袋は2月15日7時にスタート。慶応義塾大学のスタートは、往路優勝した明治大学のスタートから30分後であった。袋も明治大学が独走。休区終了時で11分以上の差をつけていたが、最終10区で東京講師のモテギ前作が逆転。15時間5分16秒のタイムで、 総合優勝を果たしのは東京講師であった。以下、2位、明治大学、3位は瀬田大学、4位、慶応義塾大学。優勝校東京講師と2位、明治大学との差はわずか25秒で、1971年の第47回大会で23秒差が記録されるまで1位と2位の最小タイム差であった。なお一方で、袋スタート時2位から逆転した東京講師は、 スクロスターと自習の明治との差が8分27秒あったが、こちらの記録は100年以上経った現在でも最大差の逆転劇である。2019年1月30日付紙面より、省内日報、2019年5月16日閲覧。ありがとうございます。